トイレ並びに定員から搭乗時刻のご案内をいたします。トラストイレ62便並びに定員2462便東京羽田行きの機内へのご案内は16時35分午後4時35分の予定です。はじめに事前改札サービスのお客様からご案内いたします。ご搭乗に際しお手伝いの必要なお客様、2歳以下の小さなお子様連れのお客様、妊娠中のお客様は事前改札サービスをご利用ください。事前改札サービスの後、搭乗券に印字されているボーディングブロックの順番に機内へとご案内いたします。また当便では新型コロナウイルス感染症拡大防止策の一環として搭乗時の3密を避けるため、周りのお客様と適度な距離を空けてご搭乗いただけますようご協力をお願いいたします。また ANA ではご搭乗にあたりマスクなどの着用と手の消毒をお願いしております。理由なくマスクなどを着用されないお客様についてはご搭乗をお断りする場合がございますので、搭乗前までに着用の ご協力をお願いいたします。また消毒液は改札機通過後に設置しておりますので、ご搭乗前にご利用ください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。今日もスラッシュタイヤ並びに ANA をご利用くださいましてありがとうございます。日本航空より16時55分発福岡空港行き3634便をご利用のお客様へご案内いたします。使用いたします飛行機がただいま宮崎空港へ到着いたしました。お客様の降機後出発準備を行い、皆様は飛行機へご案内いたします。また皆様の飛行機へのご案内時刻を改めてアナウンスにてご案内いたします。お手続きを済ませた上、6番搭乗口を近くにてお待ちください。ANAから名古屋行き346便をご利用のお客様にご案内いたします。当便はただいまグループ1、グループ2、グループ3窓側席のお客様とお連れ様をご案内いたします。グループ3のお客様とお連れ様は8番搭乗口よりご搭乗ください。皆様こんにちは。日本航空よりご搭乗時刻のご案内をいたします。東京羽田行き16時45分の696便の飛行機のご案内は9番搭乗口にて16時40分午後4時40分を予定しております。こちらの便を担当いたしますのは鈴木でございます。お手伝いご希望のお客様はどうぞお気軽にお知らせください。日本航空より東京羽田行きのご利用のお客様へご搭乗の順番についてご案内いたします。本日ご搭乗は4回に分けてご案内いたします。それぞれのご案内までおかけになってお待ちください。まずはじめに事前改札をしてお手伝いを希望されるお客様、赤ちゃん連れのお客様、妊娠中のお客様をご案内いたします。続いて搭乗券またはご搭乗案内に記載されているグループ1からグループ4の順番にご案内いたします。あらかじめ保安検査場で発行されたレシートに印字されているグループ番号順をご確認ください。現在日本航空では新型コロナウイルス感染拡大防止のため機内での毛布枕の提供は行っておりません。あらかじめご了承ください。また感染拡大防止と安心した空の旅のため空港機内においてはマスクの着用をお願いいたします。マスクの着用が難しいお客様がいらっしゃいましたらお近くの日本航空バタリーまでお知らせください。重ねまして日本航空より東京羽田行きをご利用のお客様へご案内いたします。本日当便は上空気流の影響で離陸後長い間揺れが続くことが予想されます。安全運航には問題ございませんが、その間席をお立ちになれない場合がございます。お化粧室のご利用は飛行機にお乗りになる前にお済ませください。また何かご不明な点がございますお客様はお近くの日本航空係員までお知らせください。今日もバンガルドアライアンスメンバー日本航空をご利用くださいましてありがとうございます。
名古屋行き346便をご利用のお客様にご案内いたします。お待たせいたしました。続きましてグループ4を含めますご利用のお客様を皆様飛行機へご案内いたします。 ANA 名古屋行き16時45分発346便をご利用のお客様は皆様8番搭乗口よりご搭乗ください。今日もスターアイスメンバー ANA をご利用くださいましてありがとうございます。佐賀市内や並びに ANA から東京羽田行きをご利用のお客様にご案内いたします。定刻16時50分発佐賀市内や並びに ANA 東京羽田行きはただいまより事前改札のご案内をいたします。小さなお子様をお連れのお客様、現在ご妊娠中のお客様、係員のお手伝いをご希望のお客様、またそらしのファミリーサポートをご利用のお客様は間もなくのご案内となりますので9番搭乗口左側からお進みください。続きまして16時50分発東京羽田行きはグループ1番窓側席のお客様をご案内いたします。9番搭乗口左側からお進みください。日本航空より東京羽田行き696便をご利用のお客様へ事前改札搭乗のご案内をいたします。小さなお子様連れのお客様、妊娠中のお客様、係員のお手伝いご希望されるお客様はどうぞ9番搭乗口よりご搭乗ください。続きまして16時50分発東京羽田行きはグループ2番中央席のお客様をご案内いたします。9番搭乗口左側からお進みください。続きまして日本航空東京羽田行き696便はグループ1並びにグループ2のお客様をご案内いたします。ダイヤモンド JGC プレミアエメラルドサファイア会員JAL グローバルクラブのお客様はどうぞ9番搭乗口よりご搭乗ください。皆様こんにちは。日本航空より福岡行きをご利用のお客様へご搭乗時刻のご案内をいたします。福岡行き16時55分発3634便の皆様の飛行機へのご案内は6番搭乗口にて16時45分過ぎを予定いたしております。こちらの便を担当いたしますのは大峰でございます。お手伝いをご希望のお客様はどうぞお気軽にお知らせください。続きまして日本航空東京羽田行き696便は機内混雑を避けますためグループ3の後方座席20列目から34列目20列目から34列目のお客様をご案内いたします。どうぞ9番搭乗口よりご搭乗ください。前方座席お持ちのお客様は今しばらくお待ちください。日本航空より福岡行きをご利用のお客様へご搭乗の順番についてご案内いたします。搭乗時のお客様同士の間隔を保つためご搭乗は本日4回に分けてご案内いたします。それぞれのご案内までおかけになってお待ちください。はじめに事前改札としてお手伝いを希望されるお客様、赤ちゃんをお連れのお客様、妊娠中のお客様をご案内いたします。続いて搭乗券またはご搭乗案内に記載されているグループ1から4の番号順にご案内いたします。また新型コロナウイルス感染拡大防止のため機内での毛布枕の提供は行っておりません。あらかじめご了承ください。また皆様に安心した空の旅をお過ごしいただくため空港機内においてはマスクをご着用ください。マスクの着用が難しいお客様がいらっしゃいましたらお近くの日本航空係員までお知らせください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。また本日福岡行き3634便は気流の影響で離陸後揺れが続くことが予想されております。安全運航には問題ございませんがその間お席をお立ちになれない場合がございます。化粧室のご利用は飛行機にお乗りになる前にお済ませください。今日もバーマルタアライアンスメンバー日本航空をご利用くださいましてありがとうございます。日本
ご案内いたします。お待たせいたしました。ただいまより東京羽田行き16時45分発日本航空696便はグループ番号にかかわらずご利用の皆様機内へご案内いたします。どうぞ機内搭乗口よりご搭乗ください。スムーズなご搭乗にご協力くださりありがとうございます。日本航空より16時55分発福岡空港行き3634便をご利用のお客様へご案内いたします。ただいま飛行機最終の準備中ではございますが事前改札搭乗ご希望のお客様は飛行機お近くまでご案内いたします。小さなお子様連れのお客様、妊娠中のお客様、パリのお手伝いをご希望のお客様はどうぞ6番搭乗口へお越しください。